皆さんこんにちは。今回はバイクのブレーキフルードの交換とブレーキのエアー抜きをやりたいと思います。初めてエアー抜きをやる人、もしくはエアー抜きをしたけどいくらエアー抜きをやってもブレーキレバーが硬くなってこないって人は、この動画を最後まで見ていただけたら絶対できるようになると思います。ブレーキフルードの交換はいろんなやり方がありますが、今回はブレーキキャリパーのエアー抜きの穴から注射器を使ってブレーキフルードを抜きます。今回の作業に必要なものになります。これはブレーキフルードです。ブレーキフルードは種類があるのですが、マスターシリンダーの蓋に種類が書いてあります。バイクは基本的にドット4を使います。これはテープ付き養生シートですが、タオルなどでも大丈夫です。ブレーキフルードが飛び散ってもいいようにってだけなのでね。プラスドライバーです。あと今回主役とも言える注射器です。 Amazon でホースとセットで買いました。あとスパナですね。では早速やっていきますね。まず最初にブレーキマスターシリンダーの蓋を取ります。蓋を外したらパッキンを外しましょう。私のパッキンは交換したばかりなので綺麗ですが、数年使用しているとこのパッキンは白い粉が付着したり、パッキンがかなり変形している場合があります。変形していたら交換した方がいいですね。雨が降るとパッキンの隙間から水が入ってしまいますよ。普通はマスターシリンダーの中に薄い板があるのですが、今回はこの薄い板を外してあります。皆さんはこの薄い板がある状態で作業をしてくださいね。マスターシリンダーの中には2個小さい穴があります。ブレーキフルードが出ていく穴と戻ってくる穴です。さっきの薄い板がない状態でやるとブレーキフルードが戻ってきた時に噴水みたいになってめちゃくちゃ飛び散りますからね。今回は動画なので見やすさを重視しましたよ。あはは。ブレーキフルードが万が一飛び散ってもいいようにテープ付き養生シートをしておきます。先ほども言いましたが、タオルなどを巻いてもいいですからね。このブレーキフルードは塗装面に飛んだりすると塗装が剥がれます。嘘でしょって思うかもしれませんが、本当に剥がれます。もし飛んじゃったらすぐ拭き取って洗った方がいいです。マスキングテープも貼っておきます。こんな感じでいいかな。次はブレーキキャリパーのエアー抜きキャップを外します。キャップを外したらスパナを入れます。そしたらエアー抜きの穴に注射器を入れます。スーパーフォアの場合、ここがエアー抜き用の穴です。この状態になったらミップルのナットを緩めた状態で注射器で古いブレーキフルードを吸います。この時ブレーキレバーなどを握ったりする必要はありませんからね。注射器の中がいっぱいになってきたらミップルのナットを閉めてから注射器を外しましょう。注射器を空にしたら同じ作業を繰り返しやります。今の作業の時、ミップルに刺しているホースから空気がたくさん出ていますが、心配しないで大丈夫ですからね。この時はブレーキフルードを抜くことだけを考えましょう。マスターシリンダーに入っているブレーキフルードが空になりましたね。あとはブレーキホースに残っているブレーキフルードを抜くだけです。
ホースのフルードを完全に抜きたいので、出なくなるまでやりますね。ブレーキフルードが出てこなくなったので、ホースに残っていたブレーキフルードも抜けました。ここまで抜ければ完璧ですね。古いブレーキフルードを全部抜いたので、次は新しいブレーキフルードを入れるのですが、今の状態でブレーキレバーを握るとクラッチレバーみたいになっています。もちろんブレーキを握ってもブレーキは効かないですからね。では新しいブレーキフルードを入れていきますね。今ブレーキホースにもブレーキフルードがない状態なので、満タンより少し下ぐらいまでブレーキフルードを入れちゃって大丈夫です。この時にブレーキフルードを入れたからといってブレーキレバーを握ってもダメですからね。まだブレーキホースにブレーキフルードが入っていないので、どんなに握ってもブレーキレバーが硬くなるわけがありません。ここで覚えておいてほしいのは、エアー抜きはブレーキレバーに圧がかかって硬くなってからエアーを抜くということを覚えておいてください。ではブレーキホースの中にブレーキフルードを流していきたいと思います。流すやり方は最初の抜くときと同じで、エアー抜きの穴から注射器で吸います。1回目は注射器で吸ってもブレーキフルードが出てくる気配がありませんね。2回目やります。ブレーキフルードが少し出てきたの分かりましたか？ここで一度マスターシリンダーにブレーキフルードを足します。この時マスターシリンダーに入っていたブレーキフルードが空になっても慌てないでくださいね。全然問題ないですから。ブレーキフルードも補充したので、また注射器でブレーキフルードを吸います。これで3回目になります。いい感じにブレーキフルードが出てきていますね。これでホースにもしっかりブレーキフルードが流れました。ブレーキフルードがエアー抜きの穴まで流れたので、一度ブレーキレバーを握ってみましょう。動画だと分かりにくいですが、今ブレーキレバーに圧がかかり硬くなっていますからね。この時ブレーキレバーを数回握っても硬くならない時があります。そんな時は握るブレーキレバーの速度を変えてみてください。握る速度を変えて数回握ってやってもブレーキレバーが硬くならない時は、理由が2つ考えられます。1つ目は下のエアー抜きのニップルをしっかり締めていない。2つ目はブレーキホースに空気が入っている。このどちらかがブレーキレバーを握っても硬くならない理由です。1つ目のエアー抜きのニップルはしっかり締めていないと、ブレーキレバーを握っても永遠にブレーキは硬くなりません。まあこれはしっかり締めれば問題解決。2つ目の空気が入っている場合の理由ですが、先ほどブレーキホースにブレーキフルードを流した時にエアー抜きの穴から注射器で吸ってフルードをブレーキホースに流しましたよね。その時マスターシリンダーに入れたブレーキフルードが空に近い状態になっていましたよね。マスターシリンダーを空にすると空気が入るんです。よくあるのが、注射器でマスターシリンダーからブレーキフルードを抜いて、その時にブレーキフルードを全部吸ってしまい中を空にした際に空気が入ったとか、よくあります。空気が入っているのにそのままマスターシリンダーにフルードを足してブレーキレバーを握ってもブレーキレバーは硬くなりませんからね。どうしてかって、マスターシリンダーを空にして空気が入った場合、マスターシリンダーから出ているブレーキホースの付近に空気がいるからなんですよ。ブレーキレバーを握ったらフルードと空気は押し出されますよね。
でもブレーキレバーを離した時にその押し出されたフルードと空気はまた戻ってくるからなんです。これを見た方がわかりやすいかな。ブレーキレバーを握ります。ブレーキレバーを離します。また握る、離す、握る、離す、握る。入っている空気を抜かないと永遠にブレーキレバーは固くならないって意味がわかりましたか。ちなみに小さい空気が入っていてもブレーキレバーを数回握ったらブレーキレバーは固くなります。えい、じゃどんな空気がダメなのかって思いますよね。今矢印した空気などがブレーキホースに入っているとブレーキレバーをいくら握っても固くならないんです。わかりやすく言えばブレーキフルードは一本につながっている状態にしないとダメなんですよ。大きい空気があるとそこで一本ではなく途切れちゃっているのでダメなんですよ。画像にはたくさんあるけど一つでもこの大きい空気が入っていたらダメですからね。じゃどうやってこの空気を抜くのか。それはエアー抜きの穴から注射器を使って空気を抜きます。今回ブレーキフルードを抜いた時、ホースにブレーキフルードを通した時と同じ方法です。この作業の時、マスターシリンダーのフルードを空にしないようにしましょうね。この作業が永遠に終わらなくなっちゃうからね。今抜いたブレーキフルードは新品なので、そのままマスターシリンダーにお返しします。エコでしょ。今の作業を1回か2回ぐらいやったらブレーキレバーを数回握ってみてください。さっきも言ったけど、ブレーキレバーがこれでも固くならないときはブレーキレバーの握る速度を変えたりしてみてください。早く握ったりゆっくり握ったりを数回やればブレーキレバーは絶対固くなってきますから。ブレーキレバーが固くなったら次は最後のエアー抜きです。最後のエアー抜きをやる前に一度ブレーキフルードを足しておきましょう。ではエアー抜きをやりますよ。やり方ですが、数回ブレーキレバーを握ります。もうブレーキレバーは硬いのにどうしてここでエアー抜きをやる必要があるのかって思いますか。この最後のエアー抜きでは小さい空気を抜きます。握れるところまでブレーキレバーを握った状態でエアー抜きのニップルを緩めます。ニップルを緩めながらブレーキレバーを最後まで握ります。最後までブレーキレバーを握ったらすぐニップルを締めます。しっかりニップルを締めてからブレーキレバーを離しましょうね。ニップルを緩めたのでブレーキレバーの圧力がなくなっていますので、また数回ブレーキレバーを握ってブレーキレバーを固くします。固くしたらまた同じ作業を行います。ホースから小さい空気が出てこなくなるまでこの作業を行います。握っているブレーキレバーを見てみて。全部握れているから圧力がなくなってるでしょ。でも数回握るとまた固くなりますからね。この作業で小さいエアーなどはほとんど抜けていますが、ホースの中には抜けていない小さい空気が残っている場合があります。でもそのぐらいの小さい空気なら走行していると振動して自然と上に空気が上がってきます。空気が上に上がってくると自然とマスターシリンダーから空気が抜けてくれますからね。だいたい3回から4回ぐらいやればいいですかね。ちなみにブレーキレバーを握った状態でニップルを緩めてブレーキレバーを離すとブレーキフルードが戻り、エアー抜きの穴からまた空気が入ってしまうので、ニップルを緩めた状態でブレーキレバーを離したらダメなんですよ。まあこの場合空気が入ってもエアー抜きの穴付近に空気が入るだけなので、数回ブレーキレバーを握ればすぐ抜けますけどね。もしこれを途中でやってしまったら、最後のエアー抜きをまた数回やりましょうね。
最後のエアー抜きも終わったので、あとは元通り戻して終わりです。全部の作業が終わったら、ブレーキフルードが塗装面についていると塗装が剥がれますので、洗車をした方がいいですね。元に戻しながら少しお話をしますね。ブレーキフルードを完全に抜くと空気を抜くのが大変だと思っている人が多いと思いますが、今回見てて大変そうでしたか？ブレーキフルードがすでに入っていたホースなので、抜いてすぐフルードを入れればホースの中は濡れた状態なので簡単にできるんですよ。これが新しいホースに交換した時はフルードを足して下から抜いての作業をかなりやらないと、なかなかブレーキレバーが硬くならないんですけどね。新しいと中が濡れていない状態なので、そこにフルードを入れても空気だらけなんです。マスターシリンダーを交換した時はブレーキレバーを何回も何回も握ってフルードを出してからやってくださいね。またダブルディスクブレーキの場合はこの作業を片側やってからもう片側をやるだけです。やり方は同じですからね。今回の動画はこれで以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次もぜひまた見てくださいね。